1> 1年ほど前の話です。当時私はとある病院で働いていましたと言っても看護師ではなく社会福祉士の資格を持っているのでリハビリ科の方でアセスメントやケアプランを作ったりサービスを受ける手続きをしたりまあデスクワークみたいなものです患者さんたちとももちろん話しますが多くはお年寄りの入院患者さんです 私の仕事で一番大切なのは、監査の準備です。主任が、主にチェックをするのですが、どこの病院もそうであるように、監査の前は、大抵泊まり込みで、膨大な資料をチェックして補足します。監査課の方々が来たときに、すぐにでも望まれたものを見せられるように、また、その方々が見やすいように整理しておくのです。私も、 今までの資料を見直したり、事前監査資料というものや、事前評価なるものを監査課からもらうので、それを埋めたりしなければならないのですが、当然それに加えて、毎日の仕事もあります。仕方がないので、残ってするはめになります。その日も、今までのように居残って、p c の前に座っていました。リハビリ室には私一人。 主任は帰ってしまっててししままいた私はもともとビビリなので大丈夫ナースステーションには夜勤の看護師さんたちもいるしと自分に言い聞かせ必死で仕事をしていましたよくある話ですが病院での不思議な体験はしょっちゅうあったのです静まり返った部屋で仕事をしていると私のタイピングの音に混ざってかすかに という音が聞こえました。振り返っても誰もいません。私は怖くなって、もう帰ろうかな、明日朝早く来てしようかな。と、声に出して言いました。急いで、p c の電源を切って、荷物をまとめて立ち上がり、背後のドアの方へ振り返ろうとしたときに、自分の右側が目に入ってきました。そこには、リハビリ道具がいろいろ置いてあり、 シルバーカーの前に、一人の小さなおばあちゃんが立っていました。徘徊などはよくあることですが、ドアを開けた形跡はないし、入院患者にこんなおばあちゃんがいた覚えもありません。新しい方なら、私たちリハビリ関係者には、通達があるはずです。一瞬でものすごい悪感を感じ、固まってしまった私の方へ、その老女は近づいてきました。 そして、私の腰に手を回して抱きつきました。私を濁った目でじっと見上げ、ゆっくりと口を大きく開けました。おぎゃー、おぎゃー、おぎゃー、おぎゃー。赤ん坊のような泣き声が響き渡りました。それから、どれくらいの時間が経ったかわかりませんが、私は、思い切り名前を呼ばれ、肩を強く叩かれました。 おうさん。おうさん。はっとして振り返ると、3階の看護師長が立っていました。何でも、リハビリ室から、甲高い悲鳴が聞こえたので、慌てて来てみると、私がほけたような顔ですごく、大きな声で叫んでいたそうです。後ろには、2人の看護師と介護士さんがいます。私は安心して泣き出してしまいました。今では、 あれが何だったのか、誰だったのかは分かりません。その後、結局、その病院は辞めてしまいました。ただ、その時の同僚と、今でも、たまに連絡を取り合うのですが、私がいた頃も日常茶飯事だった、足音やナースコール、笑い声などは、今でも頻繁に起こっているそうです。これが、霊感ゼロの私が体験した、数少ない恐怖体験です。 最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。